皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は静岡県立裾野高校、こちらを紹介します。裾野高校は総合学科、ね、総合学科の高校なんです。定員は120名で、今年の入試の倍率 1.05 倍でした。裾野高校は地域に貢献できる人材を育てる、これを目的としている高校で、キャリア教育を行っています。こういう目的の学校なので、地域と連帯した連携した活動も複数行っています。で、1年次に自分に合った進路を考えて、2年次から5つの系列に分かれて学習が進められます。5つの系列というのは、人文国際、自然科学、ビジネス、保育、福祉介護、このようなものです。そしてこの高校の進路なんですけれど、就職が 47.2%、 やはり地域に貢献できる人材ということで就職の割合は多いです。そして専門学校などへの進学が 36.7%、 このようになっています。今回は静岡県立裾野高校の紹介をさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。